ンの角を持った顔でトリケラトプスっていうお名前なんですよ。恐竜さんたちのお名前にはね、それぞれいろんな意味が込められています。そんなこともみんなよかったら研究してみて。ステゴサウルスにもちゃんと意味があるんだよ。あ、そうだ、ステゴサウルスはね、どうやって攻撃するね。
のね、くちばしみたいな口でね、葉っぱを摘み取って食べるのが特徴なんですよ。美味しかったって、ありがとう。お話ししてるみたいだね。じゃあ、
皆さんその場でお祭りお願いします。